けた感じはありましたよね。まあ、とりあえずその全体通して意識してもらいたいのがスピード、はい、なるべく止めずに修正してねっていう、はい、早速1本目1回目の試験ですね。総合的に見てちゃんと修正はできてたので、まあ、これはもう言わずもがな、誰も見ても OK ですね。ちょっとあそこ焦ったんですけど、まあ、ちょっと最後行き切ってほしかったんですけど、はい、まあ、でも全体的にもう全部綺麗だったんで、そんなにと初級日本は終わったかなと思います。そうですね。はい、それでは後半の最終試験の納税員、そうですね、納税員です。いきたいと思います。はい、レベルが上がります。もう苦戦しました。そうですね、前半の視覚とか対角線とか気にならないんじゃないかっていうところで、はい、そうですね。はい、この裏でね、散々練習してるんでね、実は。かなり回っていないところでもずっと、はい、ひたすら練習してるんで、ね。はい。まあ、それがそう、うまいこといくことを願うしかないですね、はい、まあでも、うん、やっぱ対角線 その斜めにスティックを入れるところもそのまま使えるし、うん、そうですね、このスティック その操作感とかも結局前回と変わらないんで、はいはい、あともう集中力をどんだけ切らさないかとかかな、精神力になってくるかな。はい、そうですね、ちょっともう気合で2回とりあえず、そう、チャンスは2回一応あるにはあるんで、はい、まあ、やってもらって、じゃあもう好きなタイミングでやってもらって大丈夫なんでね、はい、はい、2回目いきます。はい。あー、やばい。まあ、そうですね、やばいですね、ちょっとこれはもうぐちゃぐちゃすぎて、とりあえず着陸してみますか、はい、はい、やばいやばい、まあ、言わなくても分かると思うんですけど、まあ、1、2本目ともども全部あれですね、そうですね、終始ぐちゃぐちゃでしたね、はい、というわけで、まあ、一応、一旦不合格になりますね、はい、1、2本とも、はい、まあ、反省点あるとしたらもうぐちゃぐちゃだったんで、あとスピードも、うん、まばらだし、スピードはそうだな、うん、まあ良しとしたとしても、あ、でもそうだな、結局ぐちゃぐちゃだったからスピードも結局そうか、うん、ってなると回ったりとかしちゃいますね、そうだね、というところで、まあ多分全部ぐちゃぐちゃだったのかな、はい、と、うん、いうところで、そうですね、そのまま やります、ノーズイン、また一応反省点があるとしたら、スピードと旋回の時のタイミングかな、はい、うん、確かにちょっともう一回やりますか、チャンスをお願いします、はい、じゃあもう一回やりましょう、はい、修正するところあると思うんですけど、はい、まあ、スピードとか旋回のタイミング、そうですね、そうとあると思うんで、そこをちょっと修正をしてもらいながら、ちょっともう一回
再チャレンジという形にしたいと思います、はいはい、ちょっとあの気分転換で、はい、もう本当心のあれなんですけど、はい、気持ちなんですけど、はい、時計回り今度やってみようかなと、あ、全然大丈夫です思って、はい、特にあの縛りはないので、ちょっと時計回りで次2回目チャレンジしていきたいと思います、はい、そうですね、まあ何かあるかもしれないんでね、はい、はい、その何かにかけて試験なんでそれもちょっと違う気がするんですけど、まあ、いいでしょう、はい、お願いします、いきます、よし、OK です、はい、じゃあもう一周だけやっていきましょう、はい、はい、着陸で大丈夫です、はい、よかったですね、1本目が綺麗で、1本目は結構、はい、ちょっとここは危なかったけど、ね、はい、あの1本目の時点でまあ合格、本当ギリギリの水準ですけど、ギリギリ合格だったギリギリだったんで、2本目でもしかしたら綺麗にいくかなと思ってみたら全然ダメだったんでよかったね、1本目綺麗でっていう、焦りました、もう終わったと思って、はい、まあ、本当ギリギリですよ、水準で見たら本当に、はい、いろいろと甘くつけてギリギリだったんで、うん、本当は多分まだ落とされている可能性全然あるんですけど、はい、間違いなく、うーん、やっぱりどうしてもそのスピードがちょっと、うーん、なんかグイングイングってなっちゃってるなって、でも自分でも思いました、次またもう一個残ってるんで、まだ残ってるんで、はい、それにちょっと生かしてもらって、そうだ、はい、はい、なので、まあ、一旦ノーズイン合格ということに、はい、なりますので、ありがとうございます、次、あれですね、前進しながら、はい、視覚移動の上昇加工ですね、向き変えて、はい、です、まあ、そこちょうどなんか正直なんかいけるんじゃないかなとは思ってはいるので、はい、まあ、そんなに心配はしてないです、まあ、ちょっとあれも変わるんで、はい、そうです、まあ、ちょっと高さのそのね、ちゃんとこう低いところから高いところにちゃんと直線でいけてるかが一番重要になってくるので、うん、はい、はい、そこを気をつけて、はい、そうですね、じゃちょっとまたバッテリーを変えて準備しましょう、はい、スピードがやっぱバラバラだったかな、はい、